はい、どうも、ゆっきーです。今回は、日清の、唐辛子麺、ジャークチキン味の、を食べてみたいと思います。超辛の、激辛オイルが、超絶激辛オイルが、入ってまして、これをかけまして、出来上がってます。で、886スコビルって書いてありますね、ここにね。ここに書いてあるんですけど、スコビルっていうのが、辛さの単位なんですが、激辛スパイシーなジャマイカの、国民食。なんか香りが独特ですね、なんか。唐辛子麺はね、昔ね、5年前か10年前ぐらい、10年前ぐらいかな、に、食べてたんですけど、すげえ美味しかったんです、その頃は。出た当初は美味しかったんですけど、最近の唐辛子麺は全然辛くなくて、正直、全然辛くないんで、しかもあんまうまくもねえし、昔のやつは辛かったんです、すっげえ。なんか唐辛子パウダーみたいな。かけて食べるやつなんで。すげえ、辛かったんですけど。今はね、多分辛くないと思う、おそらく。いただきまーす。超絶激辛とか書いてあるけどね。昔のやつの方がなんか辛い気がする。美味しいけど。全然辛くねえな。本当に昔の唐辛子麺めっちゃ辛かったんですよ。唐辛子のね、粉末のパウダーみたいなのをバーって、すげえ量入ってて、それかけて混ぜて食べるんですけど、むっちゃくちゃ辛かった。その時代で、にあったカップラーメンで多分一番、俺が食べた中で、一番辛かった。カップラーメン史上今までで、多分俺が人生の中で一番食った中で多分一番辛いんじゃないかな。唐辛子麺、当時のやつ。これ今のね、全然辛くない。これのね、5倍ぐらい辛かった。3倍ぐらい辛かったです。多分辛すぎて、多分ほとんど売り上げなかったんでしょうね。案の定全然辛くない。ここに、辛さ度合い1、2、3、4、5って書いてあって、5オーバーとかって書いてあるんだけど、全然辛くない。ピリ辛レベルです、ね。本当に食べた人いないかな？昔10年前ぐらい。俺がね、今俺28歳なんだけど、中学生ぐらいかな？ 10 年以上前だね。十数年前ですよ。唐辛子麺。むっちゃ辛かった。頃が良かった。唐辛子麺で今ググりますけどね。本当に昔のやつ。最近のやつは全然辛くない。本当に。全然辛くないから。昔あったね。唐辛子麺。本当に初代のあたり。がね、本当に辛かったんです。なんかね、ちょっと粗めのね、ちょっと粗めの唐辛子を、唐辛子粉末、唐辛子を、
乾燥させて粉末させた、粉末っていうか、あの、砕いたようなやつ。ちょっと粗めに砕いたようなやつをバーって入れて食べるんですけど。あの、今はね、今の唐辛子麺はね、もうそもそもかけるやつがね、なかったりするんですよ。多分画像検索で今見てるけど、ねえかな？当時のやつだな。多分ないですね。当時の唐辛子麺ですよ。ほんとこれ、ほんと昔のやつめっちゃ辛かったよ。なんだったっけなぁ。唐辛子麺。多分画像載ってねえな。おそらく。あのね、当時こういう形じゃないやつもあって、お椀型のやつもあった。あれもね、それも美味しかった。辛かった。だけどやっぱり一番辛かったのはこの形の、あの、唐辛子麺。がね、一番辛かった。まあ、なんか何でもそうなんだけどね。なんか、唯一変わってないのって言ったら、リーの30倍ぐらいじゃない？あ、ちょっと変わったか。あれもちょっと最近出たやつ変わったけどね。あの、カレーのリーの30倍。あれも全然辛くなくなって。全然ってわけじゃないけどさ。あの、そこまで辛くなくなった。まあ何でも結局、辛すぎて多分、あれなんだろうね。おそらく、あの、辛すぎて誰も買わない。だから売れないんです。売れないから結果としてその、もう辛さを売りにしないで、ちょっと控えめにするしかない。だと思います、僕は。さ、唐辛子麺、あ、やっぱり、二ちゃんのスレもあるね。二ちゃんにスレもあるわ、唐辛子麺。これが、パート4ですね。4スレ目まであるけど。これ、2010年の時、激辛パウダー20袋入れ。あの、激辛パウダーっていうのが多分あったんですよ。その2010年のあたり。2010年のあたりはというか、あの2010年以前です。あの、もっと前だと思う。どれだったかな。
これかな。2005年のあのニュース、日清のニュースに書いてあります。きちんと辛いうまいトンガラシ麺から新作登場って書いてあって、2005年だから今から10年以上前。トンガラシ麺の、激辛キムチ味ってやつと、トンガラシ麺の激辛海鮮味ってやつが出たっぽいんですけど、これは、縦型カップ麺、こういうカップ麺のやつは、激辛キムチ味っていうやつですね。これは、パウダーがついてます。多分これです。おそらく。おそらくこれなんですよ。激辛パウダー。なんかこの縦型のこういうやつのやつで、激辛パウダーっていうやつがついてた頃のやつ。トンガラシ麺はめっちゃうまかった。うまかったしね。ただ辛いだけじゃなかった。本当に。辛いだけじゃなく、やっぱうまかったんだよね。リーにもあるけど、辛い、うまい。まさにあんな感じ。俺のね、弟もね、大好きでね。俺の弟も大好きで。まあ、俺の兄貴も大好き。もうね、とにかく、俺の弟も毎日のように食ってたね。あとあれ。関係ないけど。カップラーメンじゃないけど。お菓子ね、暴君ハバネロってお菓子あるじゃないですか。あれもその当時今から10年前ぐらいかな、むちゃくちゃ辛かったんだよ、あれ。ほんとに。今はもうその見る影もなく、当時の辛さの5分の1ぐらいになってる。5分の1どころか10分の1ぐらいになってる。で、なんか復刻とかって言って書いてあって、当時の辛さを再現しましたとか書いてあるんだけど、あれ嘘です。全然辛くない。冗談じゃないほど辛くない。まあそんな感じですよ。なんであれ、当時の辛さを再現しましたって書いてあるのにさ。全然違うね。全然。こんなもんじゃないんですよ。トンガラシ麺のこれもね、こんなもんじゃない。昔のやつはこんなもんじゃなかった。ほんとに。こんなもんじゃなかったんです。でも結構汗は出るね。汗は出る。そんなに辛くないんだけど、
汗が出る。っていう。だから、あと変わってない辛いやつって、ココイチの、10辛ぐらいじゃない?ココイチの10辛と、あと、リーの30倍と、多分そんぐらいです。なんか、カップ麺をひたすら食いまくるブログっていうのがあって、それに唐辛子麺が多々登場してるみたいです。ちょっと、昔のやつを見てみましょう。一番正代あたりに見てみよう。ん?あった。豚辛子麺、激辛担々麺ってやつ。こういうやつじゃない。こういう形のやつじゃなくて、お椀型のやつです。が、発売が、あ、これ2006年だね。それまで以前のやつ、多分食べてないですね。ちょっと残念。ちょっと残念ですね。それ以前のやつの方が多分辛っ。辛い。まあ、多分2005年ぐらいの発売じゃない?豚辛子麺って。たぶん。ちょっと豚辛子麺でググってみて、ウィキペディアとかね。あるか。なさそうだな。からマニアのユッキーとしては、ちょっと残念ですね。当時はあんな辛かったやつが、こんなに辛くなくなっちゃって、それでも激辛とかって銘打って売ってるのがね、ちょっと腹が立つよね。多分本当に激辛マニアの人だったら、これ、俺の、思いに共感してくれるはずです。まあ、これ、激辛度数は、30ぐらいだな。30で。それでご視聴ありがとうございました。